もう年取ってくるとこれこう分離できなくなってくるんで、もう体の前でやってやってるっていうのだんだんこう一緒に軸がずれてくるんで、股関節リードとかってみんなやると何が起きるかって言ったら、こういう動きとか、そうですね、痛ーって言われちゃう。要は円を安定させるわけだから軸が大事になってくる。だから軸の確保を絶対年取ってきたらこう体の動きで動かしながらってやるよりは、でまして月1ゴルフじゃないですか、もう完全自分がここで毎回月1回でも毎回ここで捉えるっていう、すごい、これでいきます。おじさんたちそうっすもんね。そうずれてるんですよ、ずれちゃうんですよ。そう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 、ずれないで捉える。でこれ最後足上げたら普通にスイングになるんで、まずはでもスーさんちょっとまずこのそう広めで、はい、そうそこにいますね、そうそこにいますね。ちょっと7番アイアンじゃいい、見てください、結構ずれなくなってきた、ほら下向いてるでしょ、そうだいぶここにいらしてますよ。もっと痛い、そうもっと痛い、そう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 、痛いよ、そう下向いたまま打ってるぞ。スーさん普段打った球が目の前からバン見えないですか、こうやって打ったらバーンってこの辺から出玉から見える可能性があるんですけど、そう今のをやってくるとここにいるから、ここにいるから打った後多分パッて上げた時にもうある程度球飛んでってる、そう結構遠くに行ってる、遠くに行ってる、はい、確かにみんな静止画で見るとこんな、そうそうそう、これ女子プロの人がここにファンデーションついてるじゃないですか、右肩にみんなここにこうやってファンデーションついてます、あそうみんなついてるでしょ。あれスーさんさっきの初めの動きは多分永遠につかないです、つかない、そうでもこう今こ自分がここにいるとここですよね、感覚表現だけどここにいるとこうつく、そうだ、こっちみんなついてますよ、確かにこっちもついてます、そう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 、だから本当に軸がずれないっていう松山選手とかってのはもうめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか、軸絶対ずれない感じがある。ちょっとファンデーション、そうあファンデーションつけてつける練習、あ家でそれいいんじゃないですか、いいですね、家でファンデーションつけて、はい左つけて、はい右つけて、はい軸ずれしない、そうやってみましょう。うおぉついたついたファンデーション、うおぉついたついたファンデーション、ファンデーションだ、見てください、これファンデーションついた、左ついたでしょファンデーション、はいつきました、はいつきました。さあこっからスーさんがここにいるか、ここにいるか、ここにいながらいる、なんとかいる、なんとかいる、いるいたーって言われて、これですよ、これですか、そうこれで別に最後が本来は頑張んない右足上げたら綺麗なフィニッシュになるんですね。だからやっぱ練習量が少ないからこの南半球と右半球で仕事っすよ、はい、だでもこれが普段さっきのやつはブワーファみんな抜けてるっすよね、抜けてるじゃないですか、そうそう、終わってそうそうそう、だからいいスイングっていうのはクラブの円弧を安定させるっていう原則で考えたら必ずそうまず自分がそこにとどまるでクラブ様が動いてくれる、はい、足はやっぱ広げて、そうちょっと広げて、おお、スーさんどまっすぐ、ほらとどまってるでしょ、とどまってる、これ叩いてる感じしません、します、そうめっちゃ綺麗に当たってる、綺麗に当たってるでしょ、そうだからこれがやっぱ自信につながるんですよ、正面で俺打ってる、そう要は自分はここにいるのにクラブはもう自分の前を通り過ぎていくんですよ、こうやってバコーンっつって、はい、でもこれがやっぱりちょっとこうもちろんこういうこう体全身で打つっていう打法もあるんですけど、もう年取ってくるとこれこう分離できなくなってくるんで、もう体の前でやってやってるっていうのだんだんこう一緒に軸がずれてくるんで、これ王道ですよ、これだったら大体いけるぞ、そう困った時、そうっすよ、ちょっと閉じて、そうちょっと閉じてもいいっすよ、でもそこで打つんですよ、私はここにいるよ、そう私はここにいるよ、そう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 、広げた方がいいな、そう広げた方がでもちょっといいです、でもファンデーションは成功してますね、これファンデーション打法っすね、そうそう、はい、そうちょっと広げて打ってもそう広げて打った方が僕はいいかなと思います、広げた方が要は自分の軸がずれないです、うん、
多いですよね。多いです多いです多いです。そうで、もちろん広い選手ってのは股関節が基本的に柔らかいんで、そうだから例えば僕とかも硬いんで、ここを掘りでいくと多分本当に、ああああここを掘りでいくと多分本当に、ああああごめんなさいごめんなさい。そう、あ、今のテンポ、今そう、あ、今のテンポ、今の気持ちよくなかったですか。振ってから向いたでしょ。今の振ってからほら、ほらこれ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 、たまにいるな、これ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 、スーさんこれ、この人、あこれっすよ、ほらこれ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 を身につけたいです。だから練習の8割ぐらいは別にここでいいですよ。練習の8割ぐらいはこうやってるから、ここでいいです、はいはい、でもうこれって結構パンって手打ちに感じるんだけど、自分はでも骨盤を見ると骨盤はどうすか、ちっちゃく早く動いてるんです。こっちを回す手打ちではないんですね。手打ち、意識は手打ちだけど体はこっちの方が動いてます。そう、右手がメインで、そうでもその場でそこで打つ、ここにいてね、そうここにいてね、そう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 。でも振ってからも行ってますよ。あーちょっと崩れちゃった、ほらほらこのテンポですよ、このテンポ、そうこのテンポで、もうちょっともうまだその起き上がるのはこれこれこのテンポで、もまだ起き上がらない練習できます。まだ起き上がらない、そうそう、うわここにいたら曲がんないわって感じがしてくるはずなんで、南半球右手一本、そうそうこれっす、そうこれっす。これが練習で多めにしとくと、そうですね、はい、めっちゃ揺らしちゃった、ほらめっちゃそこにいません、います、これ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 だ、これそう、ファンデーション正面で打ちます。そう、あそう、あそれでもうこれで見てください、アイアンだったらこれのフィニッシュぐらいの人が多いですよ、ほら、あ、多いよ、多いでしょう。 PGA とかは結構ちっちゃいフィニッシュの人多いじゃないですか。すごいすごい、そう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 、ずれながら、ね、治ってます、そう治ってますよね。こだから左手っていうのは結局やっぱり右手に頼っとけば結構治ってくるです。すごいです、インパクトバック叩く動きと、そうじゃあこれ僕押さえるんで、それでも正面いるかどうか、そうフィニッシュあんま取んなくていいですよ、右半球だけです。おーすごい、全然来ないもん、結構抑えてもらう、そうそう、これ見てください、ほらトップポジション変わってきたでしょ、そうそう、ここにいるでしょ、こんなことやってんだみんな、そう全然違うでしょ、捉えてる感じが、ここで打ってんすよ、あいつら、あいつら、あいつらここで打ってんすよ。結局ね、体がね、こうやってね、骨盤と映像で撮るとね、こうやって骨盤開いて、こうやって、例えばこうやって、こうやって、バッとこうなって、これ骨盤開いてるじゃないですか。でも、もう、あいつらここにいるんですよ。そう。でも、同じように下半身リードとかってみんなやると何が起きるかって言ったら、こういう動きとか、そうですね、ここにいないですよね。そう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 。だから、いくら体が開いた方がいいんだけど、そう実際はもう意識下の中では正面にいるんです。だから結構目線が狂わなかったり、そうって感じ、はい、ね、やっぱここ来ると一瞬で上手くはなるんですね。忘れないでください。でも多分これが一番体にあんま頼らないから、はい、むしろ体をそこにとどまし軸をキープするっていう、うわもうそうですね、そう逆にスーさんこっちの方が早く触れそうですよ、見てるとスピード距離上がってます、ほら本当だでしょ、これでスピードピュッて速くっていくっていう状態を作ってもいいですよ。そうそうそう、すごいクワッドで162ヤード飛んでますよ、7番アイアン、えすごい飛んでます、すごい飛んでる、そうそこで打つ、そこでここにいるよ、ここ私はここにいるよ、はい、青山テルマ打ち、はい、はい、そう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 、そうすると自分でここの辺の自分はここにいるからもう自分でこう使い方が分かってくるんですよ。
もうこうやってフェードとか、はい、ドローとか、まっすぐみたいな、はい、分かってくるんですよ、自分で感覚の中で。そう、そう、自由自在になってくるんです。そう、ちょっとケプカっぽくなってきたんですよ。はい、はい、私はここにいるようで、右半球だけです。うーわー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。本当今、これ気持ちよくなってきた。バック叩けた。ほら、そう。どうですか、バックスイングで作った分が絶対に同じようにフィニッシュに行ってません？ほら。本当だ。そう。別に、そう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 。左右対称。そうそう。でこれだけだとちょっとフィニッシュがなんか無理やり抑え、まあ、ちょっと止めてるから抑えてるんですけど、はい、これで右半身がもう負けてそのまま行ったらすごい綺麗なスイングになるんです。それはなんで負けるんですか？思いっきり振るから負けるんですか？いやでも今スーさんこうやってったら多分グッていったらもうあとこっち力抜いたら多分ここに来るじゃん。力抜く。そう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 。でも練習としては結構初めのうちはそこにいるために結構こうやってここに行っちゃってもいいです、ね。そうそうそう、はい。それを多めにした方がいいです。でも実際コースでこれの方が球飛びますよね。あ、そう。だから結局自分が打つわけじゃなくてクラブが打つから、そうじゃないですか。だから感覚は、これ感覚表現なんで多分あれですけど、自分はここにいて、要は自分はここにいとどまって軸をキープしておいて、クラブ様がパンって言ってくれたら球飛んでいくわけじゃないですか。でもスーさんの感覚は多分スーさんだけじゃなくて皆さんやっぱ自分がこうやって動いてくるんですよね。そう、だからクラブがもうあっち部分向いてほいじゃないけど、クラブさえ行けば球は飛ぶし、これを飛ばしたかったらもっと早く振れば飛んでいくんで、その感覚をちょっと一回入れたいです。ちょっと早めに、そう、早めに振ってみてください。